なんかめっちゃ喉痛いんだけど何事ってか、なんかさ、あの、わかる？なんか喉に違和感ってあるじゃないですか。自分喉に違和感あるのがめちゃくちゃ怖くって、なんか喉に違和感あるってことはこう風邪なのか、なんかちょっと不安になってこない？自分コロナの時も最初喉の違和感が始まったの。なんか前日に喉になんか変だなっていう気がして、で、あ、もう大丈夫か、まあ寝たら治るよなっていう気持ちで寝て起きたらやっぱ喉って感じでコロナが発覚したので、ね、だから自分喉に違和感があるってめちゃくちゃ嫌なのよ。でもここ最近めちゃくちゃ喉に違和感があるんですよ。でも熱はないわけ。だから何なんだぜって話なんですけれども、本当わかんなくて、でも本当わかんないっていうか、多分本当わかってんのよ。あの、なんか鼻の奥になんか物体があるんだよね。多分鼻水なんだけど、これがこの鼻水を最近なんかめちゃくちゃ吸っちゃうの、鼻。てか寒くなってきたじゃない。なんか寒くなったら鼻水出る、あの小学生ガキンチョタイプなのね。だから鼻水なんかめっちゃ吸っちゃうの、冬とかこういうなんか意味わからん気温の、なんていうの、なんか夏だの、夏だとのに冬じゃんみたいな時に、こういう薄着で今日出たらめちゃくちゃ寒かった。だからこういう時ってめちゃくちゃ鼻水出るんですよ。だからちょっと痒いから浮かしてもらいますけれども、なんかその時に吸ったらな、喉に行くじゃん。だから喉がそれでなんか違和感があるのか、多分それが原因なんだけど、多分その原因でなんか喉に違和感があるんだけど、その原因って分かってるのに、これコロナなんだねってちょっと不安なので、ちょっとやめていただきたいですよ。ということで本日はあのインスタで募集したやつを回答していきたいんですけれどもね、ちょっと話したいことがいっぱいあるから、もしかしたら今回話すだけになるかも。もう自分やばい、今日話したいことが大割りというか、なんか別にいつも通りの気持ちだったら、まあまあ別に話さなくていいかみたいなことなんだけれども、なんかすごい今話したい気持ちがいっぱいいっぱいで、話してやりたいよという気持ちで話してやりますね。だからもしこれがあれ5分で話終わっちゃったじゃん、じゃあどうするって話になったら、あの、インスタやらせてるんですけど。てか、まあ、今日自分インスタのも撮らないといけないから、なんかこの勢いで自分撮れるのがめちゃくちゃ不安だけど、話していきますね。で、なんと、今日は、ありがたいことに初めてな人とコラボというものをしてしまいましたというか、していただきまして、もうほんと初めてだった。初めてだよね。なんか、不安になってきた。自分、なんか、変な人じゃない。待って。もうなんか、変なこと言っちゃうかもしれないけど、これ、あの、本当に、あの、本当、あの、ありがとうございますって気持ちで言ってるから、例えばこれアドレナリンが出てて、なんかやばいこと言っちゃいそうになるんだけど、本当に思ってない自分、本当自分の YouTube って本当全部嘘ばっかなので、あの、マジ、10を、でも100とかにして話してるから、ね、いつも YouTube。だから全部嘘だと思って。で、今日、あの、コラボを撮影してきたんですよ。多分、この動画上がってくる頃には、ちょっと何この服装って話、あの、多分この動画上がってくる頃には、なんか TikTok とかで上がってると思うんですけれども、コラボして、で、なんかめちゃくちゃ気まずかったこともなくて、で、それが、めっちゃ本当に楽しいねって言いながら、菊池風風馬くんとね、宮月くんとコラボさせていただいたんですけど、ありがとうございます。あちら側に住んでると思いますね、多分。ジャニーズさんに似ていらっしゃるということで、あの、菊池風馬くんと宮崎亮太くん似ていますよってことでね、呼んでいただいて、あ、じゃあ行きますよって言ったんですよ。まあ、行く前にちょっと今一悶着あって自分は。なんかさ、自分って、もうま、なんか、あの、プロデュース能力がなくって自分ね、なんかみんなありがたいことにね、あ、似てるねっつって。ああ、似てるじゃんって言ってくれるんだけど、みんなさ、でも自分がどこが似てるかわからないわけで、ね、これ今鏡見てるけど、どこが似てんのお前って話だから、なんか伸ばすところがわかんないの。自分がここをこうすれば、もっと似るよってところがわかんないのね。だから、なんか本当に今日どうしようと思って。あの二方はさ、もうなんか、あ、もうこれがこれ、もう、あの、自分のプロデュース能力がもうほんと素晴らしくって、もうこれをこうすればこうなるぜって話、ことがわかってるように自分は見てるんですよね。いつも見ながら。だから、もうすごいな、だから、もう今日会う時も、もう、どうしようと思って、だから皆さん、あの二人ここなんだけど、自分、ここって、どうーってこの差がやばいよってなっちゃうことだったから、ちょっとじゃあ髪型だけでも分け目でも作ってやりますよ。これは違います。これただ寝癖ですからね、これ。あの、分け目だけでも作ってやりますよって思って、朝起きてお風呂入って、ドライヤーしてる時に、あ、分け目作ってやりますかってことで、あの、分け目作ろうと思ったんですよ。ね、あの、その分け目なんてあんま普段作らないじゃないですか。だからなんか作ってるとか、やってるうちに、ちょっと待って、どうなってやがるって思い始めて、やっぱおかしいよ。一応自分も似てますって感じで行くもんは行くもんだけどさ、まあ、初対面の人と会うってわけじゃん。初対面の人と会う時になんかやべえビジュアルで来られたら、待って何どうしたって思えることも嫌だから、自分はじゃあもう無理だって思って諦めました、その時。あ、もう脇目を作ってる時に、待って待って待って。こんなに頑張ってやってるけど、これ、
で、事故るぐらいだったら普段の足立でいいのではってことで普段の足立で行ったっていうことがあって、もう本当にあれ、なんか普段から練習しないといけないなって思った。こういうこともあるから髪型から寄せていかないとあれじゃないですか。あの二方も髪型あの似てるじゃんって感じ、なんか似てるじゃんって感じたから、あ、そこからやっぱ似せていかないといいんだ、似せていかないといけないんだと思ったから、自分もね髪型から似せていこうと思います、これから。だからでもね、この動画で、じゃあここで分け目作りますよとか、あのそういうあの解説動画しないんですけど、普段からあこれをこうすればいいのかっていうあの考えをしていきたいなと、自分あのずっと動画内で言ってるし YouTube とかで言ってるんだけど、自分髪型に関してマジで苦手なのね。わかります？この気持ち。あの本当に苦手なんですよ。だから、まあ、ずっと言ってるんですよ。ドライヤーがまず苦手で、ドライヤーの仕方がわかんないっつってる自分は。なんかいつもドライヤーしてる時、待て、なんでそのとこに分け目が作られてやがる、自分は毎回分け目作りたくない、なんでそこに分け目作られてんのとか、なんか前髪のこの真ん中の部分だけぺっちゃんの、なんでっていう、いつもブチ切れをね、毎朝してるんで、なんか胸が痒いんだけど、何事？だから、あの本当に、苦手なの、髪型関連に関して。てか普通に髪の毛切りたい、自分は。もうね、長すぎて困っているんだけどさ、ちょ友達に美容師さんがいるんですよ。なんかもう次の話題っていうよりもう第1部第2部です。で、あの友達に美容師さんがいるんですよ。普段行ってる美容院とは違うところに友達の美容師さんがいるわけね。だからいつも行ってるとこはもう4年ぐらい行ってるんですよ。で、その後に友達になったのね、その美容師の友達。で、その子に、なんか、髪の切ってあげるよみたいに言われとった。でも、自分は、もう、こっちを裏切れないというか、4年間こっちに行ってるし、インスタも繋がってるからさ、こっちで髪切ったとしたら、絶対髪切った時にインスタとかに載せるじゃん。で、そのストーリーをこの美容師さん見るわけじゃないですか。そしたら、こっちがちょっと申し訳ないなって思ってる、なんか優しい気持ちがあったんですよ、これまで。というか、まあ、そこまで仲良くないよとか、まあ、美容師月1の関係ぐらいの話だね。月1の30分ぐらいあの髪染めるだったら2時間3時間そんな染めるっけ2時間3時間の関係だったんですけど、こっちはもう遊びますよみたいな、まあ、2人はそんなことはないんですけど、あの会いますよみたいな、普通に普段お酒とか飲めますよみたいな感じだから、こっちの方がまあ長いんですよ。だから自分からしてもこっちと髪を切りたいという気持ちはあるんですけど、待って、こっちの美容師さんがこの動画見てたら本当に気まずいから絶対見ないでくださいね、お願いだから。でもあの本当大好きだし、もう4年間行ってるから安心安全信頼の美容師さんですよ。で、まあこちら友達、何回この話してんの、もうこの関係性の話はいいんだけど、髪の毛切りたいってね、満を持して言ったんです。先月の9月の最後の方とかに、髪の毛そろそろ切りたいな、切りに行きたい、なんか切ってよみたいに言ったんよ、DM で。ちょっと、何だよ。まあでもなんか多分忙しいのかまだ分かんないけど、なんかちょっと待ってって言ったら、だから、ちょっとあの、予約という、予約じゃない、なんて、なんか、自分は普通にあの、お金払って、普段の通常料金には行けます。普通に一応予約、フォトペーパービューティーで予約してやろうかと思ってるぐらいにも、あの、普通に行きますよという気持ちで DM 送ったのね。そしたらなんか、あ、こちら、美容師側からすると、なんかモデルで来てくれるんだと思ってくれてんのよ。ありがたいことに。だから、なんかモデルする時間といえばさ、なんか営業時間後とかじゃないですか。だから営業時間後に、お前が来るんだろって思われてんのね。いや、自分は普通にお金払って通常時間に行きますけどっていう気持ちなんだけど、あっちはあの営業後に来るんだろうって感じだけど、なんかモデルの人が結構いっぱいいるらしくって、だからちょっとあなたの時間が取れませんって言われたので、だからちょっと待ってって言われたんですよ。でちょっと待ってるか、まあ、今ちょっと待ってる状態なんだけど、ちょっと待ってってこう自分いつまで待てばいいんですかっていう気持ちなので、でも自分いつまで待てばいいんですかって言えないじゃん。それもなんだっけな、なんか DM 読んじゃうぐらいには読んじゃうんだけど、モデル呼べるようになるまで待てって言われた。なんで上からって話なんですけど、モデル呼べるようになるまで待てって言われて、でいつなのって話だ、いつなのって聞いたんだけど、でなんか結構ね冗談言ってくる人だから、なんか1年かかんないくらいかなって言われた。1年かかんない絶対かからないじゃないですか、そんなに。だから絶対冗談だと思ってるんだけど、なんか本当にそれから本当に冗談なのかな、どっちなのってちょっと分からないから、これ自分どうすればいいの。なんかもしさ、これから自分が明日にでも美容院、いつもの美容院行って帰ってきたその次の日とかに、あ、そろそろ来ていいよみたいな、ちょっと待ってよ昨日切ったんだけどっていう物事になっちゃうから、ちょっとこんなに迷っています。自分は今あのこっちを待つべきなのか、普通に髪の毛切りたい、もう今すぐに髪の毛切りたいだけでマジで長いなって思ってるから、だから今日ずっと話してるね、自分すごいね。だから本当どうしようかって迷ってるんだから、あ本当行きたいんだよ髪の毛切りに。だから本当自分のこっちの友達もし見ていたら、絶対見てないと思うけどさ、見ていたらマジで連絡くれね、マジで。ちょっと待ってというか、いつぐらいなりそうって言ってくれれば、自分あそれということは一回美容院行けるなとか、それぐらいだったらまあ待てるかなっていう気持ちの整理もつくので、一旦言ってくれますかね、お願いします。本当にこの動画見ていたら。もう見ていない年にもろは自分の視聴者さん、もう言ってきて、自分の友達に。もう美容師だから多分そこら辺にインスタはびこってるよ。はびこってるじゃん、何インスタ出てるから、そういう人に。
それで最近というか、まあ、今日あのそのコラボ、またコラボの話戻りますよ。もう本当ちょっと構成どうなってやがる。コラボの話なるものですけど、なんかインスタのね、お二方のインスタのストーリーに自分登場したんですよ。イエーイコラボしましたって。多分そっから飛んでくださってインスタのフォローとかしてくださる人がいるんですけれども、まあその話はちょっと関係ありませんでしたね。今なんか変なこと言ってます。まあ関係ないんですけど、あのインスタとかフォローしてくれてるじゃないですか。皆さんありがとうございますということで、あの結構で、ね、自分通知欄とかから誰がフォロー、どんなやつがフォローしてきやがったんだと思って、結構みんなの、 あのインスタとか見んのね。まあ鍵垢だったら見てないんだけど、まあ鍵垢でも見ます。鍵垢でも見るというか、まあ、見てるんですよ。とかなんか自分の ID をプロフィール欄、なんていうの、あの自己紹介欄に書いてくられたら自分に通知が来るので、なんかあなたをプロフィール欄になんか追加しましたね、なんかしましたみたいな通知が来るんだけど、ほーっつってありがとねーって見に行くんじゃないですか。そしたらまあ大体その推しとかをね、あのプロフィール欄に書いてるんですけれども、アットマークスノーマンとか、あのスノーマンの ID で書いたら、あスノーマンのインスタ改造おめでとうございますとしてもスノーマンの、ちょっと待って疲れてきた、スノーマンのインスタとかをこう書いてる人の下に足立くんと一緒とか書いてあるんですね。まあそれはそれでありがたいよねという気持ちなんですけども、時々なんか人村匠海とか山崎賢人とか、なんかそこら辺のビッグネーム、なんかスノーマンビッグネームですよ。なんかなんていうの、なんか、まあ、スノーマンのファンが自分のあの視聴者層って7割6割とか8割とか占めてるやんかさ、その2割とか1割とかのあの人々、北村匠海ファンとか山崎賢人ファンとか須田将暉とか、その他のアーティストとかね、なんかやべえ、やべえアーティストとかの心に自分が乗って、北村匠海好きな人が自分のこと見てくれてるんだって思って、自分結構嬉しくなっちゃうんですよね。だからこの動画の中になんか北村匠海だったり、ビリー・アイリッシュ、ジャスティン・ビーバーとか好きな人がいたら、その下にね、足立くんという人書いて、自分喜びます、ありがとねっつって、そこに並んだんだと思って、自分だから今北村匠海と並んでるってことだよね。あの自分のその見た、今日見た人にとっては自分は北村匠海に並んでるってことでいいんですよね。いいですよっていうことですよ。てかこれ指パッチンで思い出したんだけど、アップルさん指パッチンのなんか影にびっくりしちゃった。自分のなんかさ、ちょっと待って、影の話していい？自分さ、夜とか歩いてるじゃないですか。で、街灯があるでしょ、まあ東京とか、まあ、田舎にでもあると思うんですけど、まあ街灯があるじゃん。街灯さ、通り過ぎるときって、まあ、影ができるじゃないですか。で、最初前に街灯があるときは後ろに影できるから、まあそれいいんだけど、街灯通り過ぎたときってさ、影がだんだん前に行くじゃないですか。自分その影にいつもびっくりするんだよね。あ、犬出てるって、なんかいきなり人が出てきたと思って、なんかびっくりするの。時々イヤホンとかしながらこうやって歩いたときにブラッってなんかバカ黒い人出てきたなって。この普通に地面に影が出るんだったらいいんだけどさ、この横が建物とかコンクリートの壁とかで歩いてて、ここに影が出てきた時、この壁にここに影が出てきた時、マジでびっくりするから、ちょっとあの太陽とか、太陽の話してんの今。なんか光、ちょっとなんとかしてくんないかな、で光に継ぐんだけど。で、何してたんだっけ？そう、これですね。この指パッチ、アップルさんに継ぎます。この本当、指ハートとか、なんかこういうグイとかの絵文字作るようだったら、指パッチの絵文字作ってくんねって話なんだけど、まあ、指パッチの絵文字作るのむずいのかな。なんかこれで、これいいじゃん。この形で作ってくれたら、これ指パッチとして捉えるよ、自分は。このまあ、動きがあるから難しいんだよね。この、じゃあ、こうした時にここに音符とかつけてもらえれば、指パッチンってわかるから、指パッチンの絵文字作ってほしくて、指パッチンめっちゃ好きなのね。いや、好きではないんだけど、あの、なんか文字で指パッチンって書くのが、なんていうの、なんか、それなとかって時に、それなってね、自分、この指パッチンの絵文字を使いたいのは、それな、指パッチンって使いたいんだけど、自分、いつも、それな、かっこ、指パッチンって書いてんの。自分、毎回。もうほんとして、だるいし、あっちからしたら、これ何って思われじゃん。だから、本当に何とかしてくれるやで、アップルさん。スティーブ・ジョブズ、ちょっと、もう息吹き返してよ。で、もう一個言った話は、もうこれで最後だから、これで言うためだけ言わせてください。まあ、これはちょっと、あの、特定の人、特定されるかもしれないから、あの、これ最後に持ってきた。大体の人ってさ、半分ぐらい見て、なんだこの YouTube の動画って思ってみんな見なくなるから、あの、ここに、あの、登録してくれてる人だけが見てくれると思うから、ここで言いますね。なんか、時々、YouTube とか見てたらさ、霊媒さんが出てくるじゃないですか。ほら、もうこの時点で、この、こういったのチャンネルねとかバレるじゃんと思うから、これ最後に持ってきたんですよね。なんか、霊媒師の人がゲストとかコラボで出てくる時あると思うんですか。その時さ、その霊媒師さんとか大体その YouTuber の方になんか霊とか何生き霊とかがいて、ヤバいから呼んでもらったみたいな感じじゃん、その動画って。でその霊媒師の人がなんかいつもなんかそこにいるので、私今気を飛ばしてますとか、だから私は今さっきから睨みつけてるんですよね、あそこの部分をとか言うじゃないですか。
なんかそれ見てちょっと共感性周知というか、何を言ってるの、なんか、まあ、本当にそうなのかもしれませんけど、自分なんか本当申し訳ないです、レヴァイスさんのこと侮辱してるとか、まあ自分がもしあのなんかそういう人いたらマジか怖っお願いしますって言うんだけど、なんか第三者的に見てるだけだったら、なんかなんでこんな中二病なことしてやがんだよって、なんかこれを見てるのは中学生とか高校生だけなのか、この動画見てるのはって思いながら見ちゃうの。それで恥ずかしくなって途中であの 見れなくなっちゃうんだよね。だからこれが共感性周知だと思うんですよ、今最近のここの自分の、ここの最近の自分の。だから TikTok だけめちゃくちゃ気になくて長いだけで、その霊媒師の何そんなわけねえじゃんって思って見てるの。恥ずかしい中二病精神がこう出てきちゃってるから、ここからいや中二病だって思って見れなくなっちゃうから、本当にやめていただきたいです。でも自分がもしコラボしてやるんだったらマジかって除霊お願いしますっていうので、あの本当にこういうことは一概には言えないということがこの動画で分かりましたね。人の悪いじゃ言わないでいきましょうということで、あの終わりです今日の動画。めっちゃ喋ったよ、今日18分も撮ってるけど、18分間ずっと喋れてたと思うんだけど。でもこれから自分インスタの回答を取るんでしょ、めちゃくちゃダリーな、これどうする。多分この動画がインスタの投稿の後に出てるんですけど、多分この前の動画とかインスタのやつね、あの出てるやつ見てください。多分めちゃ疲れて撮ってると思うから、楽しみにしてでねってか、まああるのかも動画、まあ、見てきてください、そちらも、ということで終わりたいと思います。概要欄にインスタグラム、ツイッター、TikTok、彼女がいてしまったチャンネルがあるので、よかったらコメント、ちょっと待って、よかったです。登録お願いします。それと、高評価、チャンネル登録、コメントもお願いします。ということで。